時給1万円という文字につられアイドルになった優斗、記念すべき初仕事はなんとメイド服を着て、よろしくにゃんご主人様と言い、人を投げ飛ばすという仕事らしい。果たして優斗は無事仕事を終えられるのか。無事だといいね優斗。はい、かわいこぶったなお前。すいません、ごめんなさい。かわいこぶっただろうお前。はい、もう一回やってみろぞ、このとこだけ。もっといける、もっと、もっとだ、もっといけるよ。猫耳ついてると思って。はい、猫耳ついて。よろしくにゃんご主人様。気持ち悪い。ちょっと待ってくださいよ。そんな気持ち悪い。よかった、やっぱ本気でやんなきゃ、やっぱり。そうですね、うん、そうよ、そういうことよ、本気をかけて。そういうこと。はい、今のはよかったよ。よかったですか。気持ち悪くて。うん、褒めていただいて、うん、はい、ありがとうございます。はい、こんな悪い仕事じゃないじゃん。仕事じゃない。、うん、そうです、ね、悪い仕事じゃないよ。はい、うん、ありがとうございます。いい仕事、ね、なかなか、うん、いい仕事。ご主人様がド M な感じ。大丈夫、はい、うん、どんな仕事も大事。そうです。はい、あまり動物は得意じゃない。得意じゃない。まあ猫可愛いだとか、はい、犬ワンちゃん可愛いだとかでめでる気持ちは人並みにあるんですけど、はい、そこから飼おうとかっていうとこまでいかないですね、やっぱね。あ、そう。ただ離れて見てるのがいいな。干渉に耐えるなって、愛玩動物って言われてる、いわゆるペット、やっぱそう言われるだけのことはあるなって感じ。実家では一応ねチワワ飼ってるんだけど。あ、そうなんですね。そう、まあ懐かない懐かない。そうなんですか。そうで、友達ん家行って猫いたりしたら、それなりにこうみたいな感じでやったりもするんだけど、いいよね。あのでも全然相手しない感じっていうか、猫の、あの猫って俺やっぱ結構好きかもしれない。あ、そうなんですね、うん、ありがとうございます、うん、